皆さんこんにちは、ロジータブラス23です。イエーイ。今回もゲストなしの会なので、今回はメンバーにいろいろ質問をしてみたいと思います。それでは最初の質問です。じゃあ一つ目は、音楽家を目指したきっかけを教えてください。はい、三宅さん、音楽家やりたいね、マルチにやられてるんです。音楽家、まあ、自分もともと家にピアノがあったから、ピアノはずっと遊んで触ってて、で、まあ、金管バンドでトロンボーンを始めました、小学生の時。でその時にもうなんか、自分は鹿児島県出身なんですけど、その鹿児島県の県内にある音楽科のある高校、公立の高校って1校しかなくて、なんかもう小学生卒業するあたりからはもうその高校に行って、なんか将来音楽家になるんだって、もうなんか頭の中で若くしてエリートコースが見えた。エリートコース、いやいや、もうだからもう、あ、自分はきっとそうなるんだろうなっていう。へぇー、かっけぇ。すごいな、すごい。意外と来ませんよね。来ますね。いや、そんなにできない。いやいや、それこそね、もう一人持ってます。僕は身体いいです。それでは僕、名指しで。ポジョン君。はい、きっかけですか。そうですね、僕は、まず兄が4つ上にいるんですけど、中学生の時に兄がチューバをやっていて、で割と、川口市出身なんですけども、地元の中学校の先生が結構有名な先生というか、割と音楽をするようなすごい有名な先生で、で入ったらなんか僕もチューバやりたいなってなっていて、で漠然とその中学生上がった時、チューバに、まあ、順当になったんですけど、志望者いなくて、その時にその先生に何か、まあ、音楽っていうものを教えてもらった時に、音大には行きたいなって中学生の時にもう思って。早いね。それがでも割ときっかけですか。漠然と僕もなりたいなっていうのはもうすぐ思ってました。みんなやっぱ幼い頃、ラジオ盛りだった、ね、そうそう、すごい。そう、いや、次の質問いきます。はい、と次の質問が、アートとそれ以外の世界について。ああ、うん、なんか、まあ、テーマ上だから、普段ホールや屋内でね、その違いが、なんかある。じゃあ長尾さんに聞いてみようか。違い、まあ一番はでもやっぱり外でやるっていうのを、まあ自分はそのなんだろう、普通に大学生とかマーチン、普通にパレードみたいにやったので、まあなんとなくそれに近い、外でやるみたいな。ただやっぱり周りの音が聞こえないし、そのパレードとかに関してはドラムメジャー指揮者みたいなのもいるけど、そういうものもないっていうのが新鮮であり、怖いずれたらどうしようとかね、うん、はちょっと思いながら、まあでもまあ楽しいなと、こういうの、ね、そうだね、僕なんか誰も視界に入ったよ。そうだよね、お客さんが目の前に、そう、なんかカメラがこうやってあって、誰も何も言えない。来たくても来ない。まあでも皆さんきついですよ。そうですね。だから普段すごいなんかホールの環境に恵まれてるんだから、やっぱり音が自分に返ってくるっていう。いや本当にそうそう。それがないからあの場所。他にないですよ。ない。それだけ響かない空間でやるって。そうだね。すごい。でも録音とか聞いてるとちゃんとね。あ、入ってきて、それぞれがみんな信じて吹いてる。意外とまとまってる。そう、じゃあ最後の質問出すから、どっち答えたいか、なんか、あ、でもあとは、そう、ハモ、ハモじゃない、伊賀本ハイも終わっちゃった。伊賀本です。僕から言っていい、僕会社員です。会社員さらに、はい、あら、有給ボーナスっていう言葉を使いたい。ああ、ボーナス。それはマジか。ないじゃない。いいっすね。休みは休みだし、仕事は終えますから。まあ臨時収入だったら悪いけど、バーンって入ってくることはあんまないから。なるほど。じゃあ同世代とか、もう30、周りの友達がだんだんと
打ち付けしてきて、ボーナスをこれぐらいもらえて、確かに、あ、そうなんだって、あ、そうなんだ、じゃあ一回やってみたかったな。でも早くできるんですか。まあ、動画見てくださってる方は結構サラリーマンとか普段会社の方多いと思うから、もしかしたらそんなことないこと思われてるんだけど、そうだね、やっぱないもの出たり、そうそうそう、なんかお互いに良いとか悪いとかあると思うんですけど、僕はやっぱりなんか、そうですね、会社員というかサラリーマン、決まった時間に出てっていうのを一回やってみたかったなと思います。かも、僕はまあ、そうですね、サンプル以外だったら、レストランで飲食店、店長、料理、あと料理上手、料理、料理するんですよ。ああ、それは意外な、意外じゃないけど、そうです、まあ、そうです、なんか、左側っぽそう、左側っぽそう。アヒージョ、アヒージョ作ってそう。勝手にしようやん、そういう感じの小さいレストラン。あ、いいね、いそうだもん。じゃあ次は早いはい、早いですね。これはなんかいろいろやりたい仕事あるんですけど、個人的にはなんか芸能系とかテレビ局の裏方の AD さんとかマネージャーさんとか、はい、お水出すとかこのテンションでタレントレベル出してでもああいうなんかその某番組でなんかやっぱそう目立ついるよね、ああいうのとかくらいでちょっと目立ったりとかした。ああ、ああいう感じで。やってるのに、浮かぶ感じ。って感じです。みんなの時と違う感じで。違う感じ。みなけんさんは？私はですね、本当になんか音楽以外を自分でも考えられないぐらいなんですけど、小さい頃もう本当に普通の、まあ、いわゆるこの普通の男の子の夢っていう、うん、パイロット、あ、そういうのが、あ、こういうの、そう、宇宙飛行士、そうそうそう、空飛びたいけど、空飛びたいけど、そう、飛べ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 そう、あんまり想像ができない、確かに、確かに、音楽、そう、なんか自分でもそうだけど、自分は制作業っていうか、なんか、はあ、なんだろう、企画とかそういうのじゃなくて、物を作る。ああ、うん、うん、なんかそういうのが、具体的にこれってのはないよ。ないけど、なんか何かこう、ないところから物を作るみたいな。ああ、ゼロからね。そうそうそう、好きだから、そういうの。ああ、やってみたかったかな。僕だかっこいいね。僕だっけ。会社。いや、そう、もちろん。なんか、当たり障りない。その気持ちでも分かる。じゃあ、最後。ハードル上がった。いやいや、平凡なんですけど、僕小さい頃は、あの、大工さん。あの、大工さん平凡違う。建築関係というか、家を建てたかった。建築関係なので。はい。威力とかに、白犬の資格とか取ってる人。はい。ああ。大工さん、夢でしたね。白犬は DIY とかする。うわー、してみたいけど、手は出せてはい、ということで、メンバーについてたくさん聞かせていただいたところで、そろそろ演奏の時間が近づいてきました。それでは今から、ファンファーレ、行ってきます。行ってきまーす。
ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ロジンタグラス23第4回目の動画と演奏いかがでしたでしょうか。いかがでしたか、皆さん。ありがとうございます。暑かった。まだ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 暑いですね。はい。なるほど。次回はなんと全国の競馬場をプラバン中の人気ファンファーレ対東京ツインクルファンファーレの皆さんとコラボに。はい、演奏日は10月11日、現地に来られる方は、ぜひここ、川崎競馬場で、ロジータグラスと東京ツインクルファンファーレの前演奏を楽しみください。演奏の様子は、川崎競馬チャンネルでライブ配信されるので、現地に来られない方もぜひ、配信で楽しんでください。最新情報はロジータブラス公式 XQTwitter です。 X なったんですね。川崎競馬チャンネルの YouTube ショートで告知いたしますのでチェックしてみてください。はい、ではそれでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。これ残るんだ。緊張したって言われたよ。違う、これ。いや、やだね。ハンカチのシーンとか。いや、もう出したよ。しかも、終わったんだから、汗。いや、そうね。そういう。